ビデオダイアリー May the 27th, 2021 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan。 ビデオ日誌2021年5月27日、林博史です。おはようございます。昨日の午後、ビデオダイアリーを制作している時にですね、と言いますか、結果的にそのビデオダイアリーの中にですね、またまた小型の UFO 群が映り込んでいました。で、最初軽くね見直した時に、出来上がったビデオダイアリーを見直した時にですね、まあ奇妙なものが2つ3つ目に止まったわけです。あれ？と思ったんですけどもね、何しろ動きが早いもんですから、その場所に戻るのが大変でしたね。行き過ぎたり戻り過ぎたり、行き過ぎたり戻り過ぎたりということを繰り返したわけです。で、一度それをアップロードかけて落ち着いた時にですね、まあ一応ワイフに連絡しておかなければ、話しておかねばとなりましてね、それでワイフのいる台所へ行きましてね、まあ心の中はかなり興奮していたんですけども、落ち着いて静かに穏やかに優しくこう言ったんですよね。ねえ、また僕のビデオの中に奇妙なものが映り込んでいたよって言いましたらね、まあワイフはああいう人だもんですから、あらそうってな感じで何か言ったと思うんですよね。で、私が見に来いよと言って書斎へね、ワイフを連れてきて、ほらこれなんだよって言いましたら、まあそこでね、ワイフは立ったままその画面を見ながらね、どこか棒立ちになってしまったような感じですよね。で、それからなんですよ。いつもそうなんですけどもね、最初は静かなんですよ。そういう事件が起きるたびにね。しかし、しばらくすると、ざわ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 とね、そして大きく膨らんできて、そして爆発しそうになるんですよね。遠い遠い昔ね、私、オーストラリアにいた頃の話なんですけども、まあ、時々ね、バスでね、カレッジの人たちみんなとですね、小さな旅行をしたわけですよね。日帰りのね、でその時に各国のね、留学生たちを中心にですね、メルボルンの郊外へと行ったわけです。まあ、どこをどういうふうに行ったか覚えてませんけども、やがてね、バスから降りて、ある、まあ、野原でね、バスから降りてですね、そして、まあ、みんなについて行ったんですけどもね、まだその、よくね、言葉がわからない時であったもんですから、なんだかんだって言いながら、行ったわけですけども、やがてね、背丈よりも高いね、高い足がね、もう生い茂ったような、まあ、その、野原、入ったわけですよ。でそこをですね、みんなでかき分けてね、まあ、前へと進んだわけです。その時のことなんですけども、まあ私はね、何も分かりませんでしたから、まあ、どこを歩いてるか、何のために歩いてるかということもよく分からなかったんですけども、要するに湖を見に行こうというような感じだったと思うんですよね。はい。でその足をかき分けながらですね、ザワ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 と言って、その音を出してですね、そして前に進んだわけです。まあ何も前見えないですよね。もう足がですね、ぎっしりと生い茂っていましたから、そこを手でね、両手でかき分けながら、前へ前へと進んだわけです。そしてですね、最後の足をですね、よいしょっとかき分けた時にですね、ずっと眼下と言いますか、目の前にですね、湖が広がったんですよね。でその湖を見て驚いたことはですね、黒鳥、黒い白鳥ですね。白鳥、形は白鳥なんですけども、黒い白鳥がですね、もうぎっしりとそこに、まあ、泳いでいたわけですよね。湖の湖面にね、
ぎっしりと浮かんでたんですよ。でプカプカプカってもう 見渡す限り国鳥の群れなんですよね。そうしましたらね、一人オーストラリア人の学生がですね、なんか言いましてね、見ておれとかなんとか言ったと思うんですけどもね。そして、まあ、みんながですね、その時15、6人がそのツアーに、まあ、ツアーって言いますかね、日帰りツアーに参加したんですけどもね、まあ、どこかの方がですね、まあ、時々大きな寄付金をくれるわけですよね。その寄付金で、まあ、旅行し、まあ、そういったツアーが組まれるわけですけども、その、まあまあ、そのツアーに行ったんですけども、そこへね、まあ、行ったわけですけども、その時に一人のオーストラリアの学生がですね、地面からですね石を拾いましてね、石を拾ったんですよ。そしてその石をですね、まあ、その湖面の国鳥の群れの中に投げたんですね。はい、そうしましたらその石がですね、ヒューッと飛んでてドッポンと入ったんですよ。で音を立ててボッチャンと入ったんですね。そうしましたらね、突然ですよ、突然その国鳥がですね驚きましてね、バタ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 広がってったんですよ、音が。と同時に国鳥たちがですね、最初は一群れ、それから二群れ、十群れって感じでババ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 と湖面を蹴ってその飛び立ち始めたんですよ。それがものすごい音でしてね、それが、まあ、何羽いたというような話じゃないんですよね。 何千羽とか何万羽とか、もうとにかく見渡す限り国鳥の群れっていうような感じで、国鳥だらけなんですよ。大きいですよ、国鳥っていうのは。その大人ぐらいの大きさありますからね、自由にね。それがですね、ババ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 と湖面を蹴りながらですね、ザザ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 ザと、まあ、やがてね、大きなエンジンをかいてね、一斉に飛び立ち始めたんですよ。その音がですね、まあ、バタバタじゃないですよ、グワーって音になってきましてね、それがザーッと音を立てて湖面でその大きくね円を描いて、その国鳥、そこにいた国鳥が一斉に飛び立ち始めたんですよ。おそらく人間にそのように驚かされたということのない鳥たちなんですよね。そしてその国鳥がですね、バーッと飛び上がった後、私たちの頭上でね円を描いてね、ぐーっと飛び立ち始めたんですよ。怖くて怖くてね、もうそのヒチコックのバードという映画どころじゃないですよ。みんなね、地面にベターっと這いつくりましてね、襲われるんじゃないかと思ったんですよ。私もそう思いましたからね、叩きつけられるような、天からね叩きつけられるような音で、轟音でね、ブワーッ、そのもジェット機のような音だと思いましたね、その時にね。ジェット機がその飛び立った時の、あのいわゆる叩きつけるような轟音ですよね、あのような感じだと思いましたね。まるでジェット機みたいだと思ったら覚えてますね。でーとしてその低いところをねエンジン変えて飛んで、その国鳥がですねガーッと、もう巨大な円を描いて飛び上がったんですね。もう私は怖くて怖くて怖かったですよ。地面に両手バーンって広げてね、そしてやっとこうなってますか、顔をね横にやってね、その頭だけで空を見るという感じで空を見たんですね。足の間からね、足ね、その間から見てたんですけどもね、その光景ですね。はい、今何を話そうかっていうとですね、私ね、やっぱりこう昨日のその UFO 事件がそうだったんですけども、最初はね、あれまたなんか映ってるって感じで見てたんですよ。でまたよく見ると、またというかね、あの 2、3個それを探した時にですね、また UFO が飛んでるってな感じで、軽い感じで見てたんですよ。そしてまあまあ、これまた動画にしなくちゃと思って、まあ、何か他の作業をして、すぐねワイフのところへ走っていったというよりもですね、まあ、何かの仕事を片付けて、そしておもむろにワイフのところ行って、あのな、また変なものが映ってるんだよって言ったんですよね。本当はまあ UFO って私分かってましたけども、何かしら最近ね、そういうことを大っぴらに言うことに対してね、なんか遠慮がちって言いますか、あのなんていうかな、あんまりこう騒がないって言いますかね、というような雰囲気に、まあ、どこか冷めたような気分になっていることは確かなんですよね。まあ、そういうこともこれから少し話したいと思いますけども、それでワイフが何って感じでトコトコっとついてきて、別棟のね
部屋にその書斎がありましたから、別棟の方へ歩いて出てきて、そしてまた入って、そして私の書斎へ来て、これなんだよって言いましたら、ワイフがじーっと見てましてね、あなたこれ UFO じゃないってことを言い出したもんですから、そうなんだけどなって言いましたら、その時ですよね、ざわ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 ってな、そのなんて言いますかね、心のねざわつきが始まりましてね、そしてそれがですね、ブワーッと心の中で広がってきましてね、で私それ見てた時にね、嬉しかったです、本当に嬉しかったですね。あれはまあ今でも嬉しいんですけども、嬉しさがですね込み上げてきましたね、ドド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 ド、そんな感じですよ。はい。でまあ国庁の話をね今思い出しまして、最初はね何でもないような足の間からね見たら鳥がいっぱいいるじゃないかってな感じで見ていたわけですけども、立って見てたんですよその時はね。そしたら誰かが石を投げたんですよ、ヒューッとね、その石が飛んでいくところを覚えてますからね。そして国庁の真ん中にドッボーンと落ちたんですね。そうしましたらってことで、さっきの話に戻りますけども、同じようにね、そのワイフが棒出しになってじーっと見て、あなたこれ UFO じゃないって言った時に、ザー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 っとその気持ちが起きてきましてね、胸がいっぱいになりましてね、そして私それ見てましてね、そうなんだよそうなんだよって言ってね、嬉しくて嬉しくてね、涙がポロポロっと出てきましたね。なぜ嬉しかったかっていうとですね、今いろんなことが考えられるんですけどもね、私今こうして皆さんにね謎解きの動画をお届けしてますけども、何かしらねこう打ちどころがないと言いますか、何かしらこう歯がゆいと言いますかね、まあ何て言いますかね、釘で釘をね木に打ち付けて叩いても、その下の木が腐ってたりね、柔らかいカスカスの木であったりしますとね、釘で打っても何て言うかね、打ちどころがないと言いますか、頼りないと言いますかね、虚しいと言いますか、まあそのいわゆるまあいわゆる反応がないと言いますかね、というような感じで、まあありますよね。そういう感じで、まあ、日々を過ごしてきたわけですね。特に、まあ、その今年ね3月21日でしたかね、 USB 事件というのは起きましてね、山の中の水源地へ行ってダムの工事をして帰ってくる途中に、まあ、途中の道の上にですね、そこにあるはずもないカラフルなねストラップ付きの USB が落ちていたわけです。あれと思って前 2,3 歩歩いて拾い上げてみると、なんとね、その USB がですね、私の書斎、まあ、自宅は浜松市内にあるんですけども、その浜松市内の書斎の方で使っている USB だったわけですよね、まあ、要するに山の中にあるはずもない USB であったわけですよ。でってことで、まあ、その話はもう前にしましたからここでは省略しますけども、要するにそれがまあ USB 事件というのがありましてね、しかしどうもつかみどころがないんですよね。ひょっとしたら僕私がね持って行って落としたのかなとか、そんなはずはないんだけどなという感じで、もん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 とした気持ちで跳ね返ってきたわけですよ。でしかしやっぱりおかしい、絶対に私はそんなものは作業ズボンの中に入れておくはずもないし、あの日は特にリュックの中を確かめたんですよね。というのは水中ボンドをね練って持って行った日ですから、リュックの中、それからビニールテープがあるかないかということをその都度確かめて山に入った。それにズボンも上の、ね、上着も いわゆる山の作業用のもうボロボロブカブカの、なんて言いますかね、ブカブカなのはマムシとかね蜂に刺されても大丈夫なようにということにして、そういうことにしているわけですけども、そういう、まあ、作業員なんですよね。その汚れよって、まあ、ボロボロになったね作業員にそんな言うUSB なんてものは皆さんご存知のようにね、軽く持って歩くようなもんじゃありませんからね、まあ、パスワードは入ってるし、重要な原稿は入ってるし、個人情報満載ですからね、それをその私の場合は特に USB っていうのはデータの移動用に使ってますからね、ですからそれは軽くその外に持ち歩くってことはないわけです。でまたそのストラップもね、まあ、その目立つように一番目立つようなね、まあ、太くてカラフルで明るくて赤っぽい色を使っているわけですけどもね、それが落ちたわけですよね。まあ、そういう事件が3月21日に起きてですね、で4月の中頃からですね、実はその大変おかしなことが毎朝起きていたんですよ。
もうとにかくそれはまあちょっとねまた今度話しますけども、毎朝おかしなことが起きてたんですけども、なんだろうな、なんだろうということで 3,4 週間ずっと過ぎてきたわけですよね。朝だいたい4時半ごろから始まって朝6時半ごろに終わるわけ、ちょうど6時半ごろに私目を覚ましてますかね、夜中に 1,2 時間起きるもんですから、一度寝て2時か3時に目を覚まして、そして4時半ごろまでなんだなんだかってベッドの上でね作業したり原稿を書いたりしているわけですけども、それで4時半ごろ寝て、そして Wi-Fi も6時前に起きるんですけども、私の方は睡眠時間がねその間に空きますから、睡眠時間が中で取られますからね、取られるということは間が空きますからね、ですから6時半ごろに目覚ましていたわけですけども、だいたい2時間ですよね、30分×4回、これは運動じゃありませんよ、30分×4回の、まあ、いろんな事件が起きてたんですよ。それがねぼや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 と、しかし連続的に1日も欠かさずって言ったらちょっとまあね4回じゃなかった時もあるもんですからね、3回というような感じで、まあ、何かその自分としては得体の知れないことをずっと 3,4 週間も経験してたんですよ。そしてそのまだ 3,4 日前のね月曜日の朝ですね、その時は山の湯に行ってまして、まあ、その山の朝、山の日、山の 朝ですよね、朝目を覚ます前に、実はですね、実はって話しなければならないところがですね、要するに証拠がありませんからね、証拠がありませんから実はという話になるわけですけども、証拠があればねそんなこと言わなくたって証拠先に出せばいいわけですからね、まあ、要するに実はって話をしますと、私ねコンサート事件というのを経験してるんですよ。1回目は合唱ですね、2回目は太鼓の音楽ですね、それはもう2回で終わったんですけども、コンサート事件というのを経験させていただいています。まあそれについてはもう何度も話しましたので、まあそういうことなんですよね。でそれからずっと間がありまして、もう1年以上あったんですけども、月曜日の朝にね、まあその時はいわゆるまあ第3回目というふうには、まあ、言うほどの強烈な印象、驚き、感動はありませんでしたけども、3回目のコンサート事件があったんですよ。で音楽を今度は短かったんですけどもね、30分もなかったと思いますけども、要するにコンサート事件というのがまた起きたんですよ。そしてその目を覚まして今の方に行きましたら Wi-Fi なくて、まあ、散歩に出かけてましてね、で、まあ、そこへ行って戻ってくるのを待って、で Wi-Fi が戻ってきましてね、なあ今日またコンサート事件があったよって言ったんですけども、どこかやっぱりもう冷めているわけですよね。冷めているってことはその冷めていましたね。ただ単、まあ、そのずっとそういう事件が、まあ、他にもいろいろあったもんですからね、まあ、ただ単なる報告的にその、まあ、今コンサート事件があったよ、またコンサート聞かせてもらったよって言ったんですけども、ワイフの方もねあらそうっていうふうに、まあ、言ったわけですけども、なぜ私がそういうふうに冷めてきているかというとですね、いわゆる、まあ、なんて言いますかね、先ほどちょっと言いましたけども、何かしら自分が今仕事していてもですね、その打ちどころがないと言いますか、反応がないと言いますか、まあ、いわゆる手応えがないと言いますかね、何かしらこうカスカスになっているような印象を持っているわけです。それは一つにはですね、自分自身が人間でありながら人の子でありながらですよ、その何て言いますか、人間自身に、まあ、率直に言いますね、ある種の失望感と言いますかね、ある種の虚しさ、空虚感っていうのを感じているわけです。それはまあ今の仕事をしていてね、まあこう思うことはあります。何のためにやってるんだろうってね。でふと気がつくと、まあ、この動画作りそのもの、あるいはこうして日記を発行することそのものがですね、結局はその先で見てくださる、そういう、まあ、支援の方、支援をしてくださる方たちですよね、応援してくださる方たちのために出しているわけですけども、まあ、そういう方たちには心底って言いますかね、何の屈託もなくと言いますか、素直な気持ちで、まあ、感謝しています。それはそれなんですよ。しかし人間全体というものを見渡してみたときにですね、跳ね返ってくるのはやっぱり正直に言いますと虚しさなんですよね。いわゆる、まあ、例えばもう YouTube の動画をこうして発行して見てくださる方、そして喜んでくださる方、そしてコメントでね応援してくださる方はいらっしゃいます。しかしそれはそういう方たちであり、私にとってはとても大切な人なんですよね。その一方で
まあ、もっと絶対多数と言いますかね、ほとんどの人と言いますか、それこそね、我が家の近所の人見ても、あるいはその友達の間を見ても、あるいはって感じで枠を広げていくとですね、もう声というのはもう届かないんですよね、そういう人たちには。要するに何も関係のない人たちであり、そういう人たちがほとんどであり、 99% がそういう人たちであってですね、何にも世の中変わっていかない、何にも動かないって感じですよね。そしてその一方で、そのなんて言いますかね、まさにマスゴミ、もう本当にマスゴミですね。そういうマスゴミに動かされた人たちが大多数であり、またそのマスゴミの中で活躍している人、活躍という言い方もあまり使いたくないんですけども、露出している人たちがですね、何かしらこう人間、日本人、私たちをですね、全体を、まあ、何かしらをこう違った方向にぐーいぐーいと引っ張っていくわけですよね。そういう中で自分がですね、まあ、この小さな世界の中でコン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 と木をですね、木に打ちつけている、その木の方にいわゆるその歯ご、まあ、なりますね、その歯ごたえがないというか、なんていうかな、いわゆるまあ歯ごたえがないんですよね、まあ、そんな感じですよ。そういう、なんて言いますかね、一般社会というのは全く別の世界、別の尺度、別の価値観で動いてますからね、相変わらずあちこちで戦争はしてるわ、いがみ合ってるわね、はい、でまた C1オリンピックに出ないとか出るとか、まあ、小さな島のことでね、そうしてまあイチャモンつけてくる人もいるとか、またその船でね、あの 海に出ればね、そのなんて言いますか、他の国の船が邪魔するとか、また小さな島を狙ってね、漁船団が押し寄せてくるとか、まあまあ、戦争どころじゃなくて温暖化も進んできて、巨大なね台風があちこち襲い始めてる、今年なんかはね、梅雨が1ヶ月も早いっていうようなことも言われたりしてね、何かしらこう巨大な何か私たちが望まない方向にその世界が動いていくっていうような感じの中でね、一体自分は何をしてるんだろうということで、まあそういう意味ではね、その私あなたも人間ですよ、だから人間そのものにっていうかね、そのなんて言ったらいいかな、人間そのものっていうとまたちょっと語弊がありますけども、要するに何かしらやるせなさと言いますかね、まあ、多分皆さんの中にはあのそういう方も多いと思いますけどもね、こうした私の動画に興味を持って見てくださる方というのは、まあ、そういう意味ではね、その高邁な人たちですから、そういうことを感じられることも多いんじゃないかと思いますけども、何かしらね、こう世の中というのがそのどこか違った方に進んでいるか、どこか違ったところにあるように感じるわけですよね。そういう中で自分がですね、こうして仕事をしていることについて、なんでこんなことをしているんだろうと、何のためにやっているんだろうということを、まあ、ずっと悶々としてきました、しています。そういう中でね、その数週間前から奇妙な事件が、朝4時半から6時半まで、これはきちんと2時間なんですよね。そして時々時計を見ながらその時間を見ていることがあるんですけども、やっぱり30分かける4のきちんとした4回なんですよね。時々まあ3回ということもありましたけども、そういう事件がずっと連続的に続いてきたんですよ。しかしどこか冷めたような気持ちになってますからね、このところずっとそうだったんですよ。ずっと冷めた気持ちでね、何のためにやってるんだろう、バカなことやってるな。で時々ね、ワイフにこぼしたのは、僕ね、今の仕事、人間のためっていうことであるなら、もうとっくの昔にやめてるよって言ったんですよ。それが私の本音の本音です。だからといってね、私の動画を熱心に見てくださる方がどうこうということではありませんし、そういう方には本当に見てほしいと思ってますし、感謝してますよ。それはそれなんですよ。しかし、こう人間全体ってものを考えたときに、こうなんて言いますかね、虚しさを覚えるんですね。それはまあずっとこの半年ぐらい続いているような感じですね。何のためにやってるんだろうってね、バカなことやってるなって言ってるというのは、私自身は神の謎を解くっていうのが当初の目的ではあったわけですけども、もう神の謎っていうものはもう自分自身はね、納得するまで解き切ったような感じになってますからね。あとは細かいところを一生懸命埋めているっていうような感じですから、じゃあ自分のためかというと、私のためだったらもう必要ないわけですよね、はっきり言えばね。じゃあ誰のため、何のためとなってくると、やっぱり上の人ということになってくるわけです。それはもう上の人の仕事でなかったらできませんよね、はっきり言いまして、バカ臭くてできませんよ、こんな仕事は、はい、というふうに思いますね。特に私の中に現実的な自分っていうのはいますからね、はい。まあおそらくこういう仕事をする人はよほど奇特な人かね、まあどこか
ねっていうような人がやるわけですから、そのやらないですね。はい、いわゆるまあボランティアの、それまたボランティアを朝から晩までしながら、一人でそれでいて人にバカにされ、アホにされね、変人扱いを受けてね、変わり者扱いを受けて、おかしな人というレッテルを貼られて、おまけに得することは何もなくて、友達はみんな去っていくしね、白い目で見られるしってな感じで、何の得になるんだろうというようなことを、まあ、懸命にやってるわけですけども、まあそれは私の本音の本音ということになるわけですよね。そうした虚しさの中でね、まあどこか冷めてしまってですね、いろんな事件があったんですよ、この3月4月にね。そしてまあその4月入ってもうちょっとよく覚えてないんですけどね、3、4週間になるのかなと思って見ていたりはしたんですけどもね、まあある、まあある事件が起き始めるわけですよね。でそれもね、ワイフにいちいち話して、そのまあ話すような話でもないし、話したところでどうにもならないしということで、まあ自分の中に胸の中にしまって、またね話したところでまあね簡単にあしらわれて、頭あんたおかしいんじゃないって言われるぐらいのもんですからね、人に話してもね。ですからまあそれはそれとしてということで来てたんですけども、月曜日の朝ですよね、コンサート事件があったんですよ。先ほど言いましたよね、まあ3回目と言って良いぐらい、まあ美しい音楽を聴かせていただいたんですけども、その音楽、まあ、今初めて告白していますけども、第1回目の時はね、あの声ではない声で、そのコンサートの聴いている中でね、ありがとうという声が聞こえたんですよ。それから2回目の時はね、太鼓音楽でダン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 ってなる、もうすごい音楽だったんですけども、太鼓だけで音楽を鳴らすような音楽会だったんですけどもね、人間の音楽じゃないですね、あれはね。その中に歌詞が1行だけあるんですよ、一言だけ。 I love you って言ってね、 I love you っていうその英語の歌詞が入ったんですね。で今度はそういった言葉はありませんでしたけども、まあ、とにかく美しい曲を聴いて、まあ、私は私なりに感動して朝起きてきてね、そしてワイフが、まあ、今に戻ってきた時に、僕ねまたあのコンサートを聞いたんだよって言ったんですけども、その時も前のようにね、その興奮したり感動をねそのまま引きずったような言い方じゃなくて、どこか冷めたような感じで寂しい気持ちだったんですよね。その寂しさっていうのは、先ほど言いましたように、やるせない自分って言いますかね、何のためにこんなことやってんだろうっていうような自分との戦いですよ。戦うまでもなくて、まあね、なんていうか、そのどこかマンネリしたようなね、その雰囲気の中で、まあ一つにはやっぱり私ね、やっぱり限界を感じているんですよ、正直に言いますとね。もう73歳でしょ、今さら新しいことはできないし、しかしね、未来はないし、未来に自分を置いて過去、今という過去を見るその余裕もないしね、まあ何をするにもあと5年か3年かなんて感じでね、明日は我が身だなと言って、人様のねいろんな病気を見たり、その姿を見たりね、そういう感じで眺めてますから、もうこんなことしてても結局は死ぬまでこういうことをしていて、そしてまあね、最後に最後で、まあその時にね、安らかに死ねればそれでいいよって感じでね、あと何年生きられるかななんて感じでね、まあそんな気持ちもあるんですよね。要するにその何かの野心があるわけじゃありませんしね、アンビシャスな気持ちはないですからね、そのなんて言いますか、その限界というものを先に覚えながら、そしてふと油断するとあちこちがねガタガタしてきてますからね、体もね。ですからこういう状態で、まあ、同じことをまた繰り返していくのかなというような閉塞感というよりも、やっぱどこかに孤立感ですね、まあ、絶壁に立たされたようなある種の孤立感、絶壁というものはないんですけども、要するに追い詰められたような孤立感、袋小路の中でね、前の見えない、まあ、いわゆる暗闇の中で手探りで動いている自分というものをそこに知っているわけですよね。ですから、まあ、どこかもう冷え切ったって、冷え切ったって言いますかね、 その、まあ、そういうもんだなと。ですから、まあ、ということで、ということでですね、で月火と来て、昨日の水曜日ですよね、今日木曜日ですよね、確かね、水曜日なんですけども、その5時頃になったか、4時半か5時頃になりましてね、ビデオダイアリーを作ろうということで、まあ、ビデオダイアリーを作ったわけですよね。
で、まあ、昨日のテーマはですね、要するに秘密の暴露っていうので、まあ、率直に言えばね、まあ、おかしな人、私が言うのもおかしいですけど、自分がおかしいのにね、要するに、まあ、いわゆるその神を利用してね、宗教を利用するということは、宗教を使って金儲けするということはいいですか、皆さん。神を利用するということと同じことなんですよ。わかりますか？宗教を利用して金儲けしたり政治活動をするということは、神を利用することと同じことなんですよ。許しがたい冒涜なんですよ。そうでしょ？本当に宗教をするんだったら無視で、何も考えないで、そういうことでね、はい、親鸞のように、そして宗教に生きるっていうのであれば分かりますけども、どこにそんな宗教団体がありますか？信者の数を競って、ね、おかしな自分を権威づけるためにね、その神がかったようなことを言ったりやったり、やってみますでしょ？そしてやってることは何かやったら、金儲けと自分の名声、名誉、名門、名利の追求と、そして政治活動でしょ？それはもう宗教じゃないの。まさに神の冒涜なんですよ。神を利用してるんですよ。神の名を語る流れという基本的な意味が分かってないんですよ。そういう人に、まあ、いわゆるなってますかね、この世界めちゃくちゃにされてるわけですからね、そういう人と一緒くたにされて、私自身も結局は白い目で見られているわけですからね、許しがたいですよ。というようなことも、どこかに心に置きながら、昨日のね、ビデオ代理を作ったわけですよ。秘密の暴露。ね、秘密の暴露があれば、私はその宗教団体は本当だと思う。しかし、そんなことはないんですよ。あるはずもない。なぜならば、勉強してないもん、全然。研究もしてないもの、全然。そしてわけのわからんことを言って、神がかってるから神のお告げだなんだって言って、そして信者の方を、まあね、無知蒙昧な信者の方を自分の自己利益の追求のための道具として、まあ、ロボットとして利用しているわけですよね。しかし悲しいかな、人間はそういう人でもついていくわけですよね。はい、まあ、それはそれなんですけども、そういうところにもやっぱり人間世界のね、虚しさ、やるせなさってものをやっぱり私は感じますね。はい、というような時にね、私はそのコンサート事件を聞いていたわけですね。で、だからまあ、そういうもんだろうなといった感じで、まあ、もうなんて言いますかね、限界状況の中で、まあね、どこか愚痴っぽいような、生き方になってきていたことは事実なんですよね。そういう中、昨日ですね、久々と言いますかね、ちょうど1年前、4月14日ですね。2020年の1月4日に私の部屋の中をですね、飛び回った UFO と同じようなものが、全く同じですね、考えてみればね。それが昨日のビデオダイレクトの中に、33分の長さのビデオダイレクトだったんですけども、その中でね、今のところワイフが見つけた UFO の数、それから視聴者の方からもね、何人かから指摘もありましたけども、そういう数を入れると、なんとね、40回以上もまたあのビデオの中にその小型の UFO が映り込んでいました。あ、もしね、昨日のまだビデオでありご覧になってくださっていらっしゃらない方がいらっしゃいましたらね、まだおかしな日本語ですね、まだ見ておられない方がいらっしゃいましたら、どうかまたご覧になってください。かなり動きが速くなってますからね、何箇所でははっきりと分かる形で出てきてますし、ぼやんとした大きいものがスーッと動くのもありますしね、小さいのがシューシューとね、まあ、ゴミやほこりやね、虫でないことは、中には下から上、斜め、まっすぐ真横にシューッと行くのもありますからね、まあ、そういうところを検証なさってですね、皆さん自身でしっかりとご確認ください。今ちょうど皆さんにご覧いただいているのが、昨日のビデオ代理をですね、検証した動画ですけども、まあ、これ今青いシャツ着てますから、2020年の4月14日の私の部屋の中で今ちょうど出てきましたけども、まあ、こういうものがですね、もうこの時もこの動画の中に40箇所以上にでそれを発見しています。これね、動画にするの大変なんですよね。まあ、やってみてください。もうとにかくもうものすごい神経使いますからね。まあいいんですけども、それがまあ昨日も飛んできた、そして昨日は30回、今のところね、報告されてきているのを合計すると、まあ大体30箇所ぐらいになるわけですけどもね、こういうものが飛んでいたということを昨日したときにですね、最初の話に戻りますけども、最初の話に戻りますけども、嬉しかったですね。本当にほっとするような安堵感を覚えました。安らいだと言いますかね。それはどういう気持ちかというと、やはりこう、まだね、まだ上の人は近くにいてくださるんだなという感じの、なんて言いますかね、ぬくもりっていうものを近くに感じましたね。はい。ぬくもりということはいつだったかね。
3年ほど前ですけども、まあ、私がですね生死の間をさまよった時なんてことなんですけども、これは声ではないんですけどもね、いつもあなたのそばにいますよって、あの時感じたやっぱりぬくもりってものを昨日感じましたね。でワイフもその足を今朝もねしまして、あなたをねまた励ましにね、あなたをね励ますために来たのねって、ワイフはそういうふうに言いましたがね、あなたねこのところずっと落ち込んでるし寂しそうだからまた励ましに来てくださったのねって、嬉しかったですよ。それはその部屋の中にね UFO が出たとか UFO が出たとかそういう単純な問題じゃないの。またそれで嬉しかったわけじゃないの。励ましにね来てくれくださったんだというね、そのなんていうか気持ちが嬉しかったですね。そうなんだよって。ですから昨日はね気分もハイになって10時夜中の、まあ、いつもね8時半に寝るんですけども10時半までねまた動画をね編集し直して、で1本検証版を出しましてね、今朝も朝一番に起きてね動画を編集させていただきました。まあ、いつまで続くか分かりませんけどもね、私のことですからまたねしばらくすると落ち込んでくるのかもしれませんけども、まあね嬉しかったです。本当に嬉しかったですね。 UFO を見て嬉しいっていう人は多いでしょうかね、やっぱりね。はい、小さな小さなミニチュア UFO ですけどもね、嬉しかったです。結果的に見るとね励まされたと思います。今朝はねまあ大変楽しいっていうわけじゃありませんけどもね、あの楽しいっていうのもまたちょっと違うんですよね。何かしらね遠い遠い向こうに光を見たような、目標にすべき光を見たような、なんて言いますかね、安堵感を覚えましたという気持ちをね皆さんにお伝えしたくて、そして今ご覧いただいている動画の向こうにね今の私の気持ちをね覆いかぶして、今どういう気持ちでね私がこうした動画を発表しているかということを理解していただければ嬉しいです。ただ単なる興味本位面白半分で作っているわけではないということですね。そして同時にね、同時にですよ、ここが重要ですけども、私を応援してくださっている方ね、いろいろと励ましてくださる方、そういう方だけで結構です。それでいいです。そういう方たちにとってね今私が経験していることがですね、そういう方たちにとって希望になればですね、こんな嬉しいことはないですね。つまりその希望をですね、そういう方たちと一緒に共有できれば嬉しいです。もっとはっきり言えばね、上の方はいらっしゃるということです。そしてまあ私のね仕事をこのような形で励ましてくださるということは、当然この動画を見ながら私を励ましている方たちをですね、上の方も見ていらっしゃるということですよね。それはもう間違いありませんね。今までのいろんな経験話してきましたけども、そういうことですね。そしてそういう人たちと上の人の間でね
一対一の神と人間の関係を作ってですね、そして皆さんは皆さんでそれぞれがそれぞれの希望として、まあこうした事実をですね見ながら利用していただければ嬉しいですということですね。はい、まあ、それ以上私には分かりませんけども、今の私の偽らざる気持ちとしてはそういうことになります。まあ、簡単に言えば私にとって希望になったように、皆さんにとってもですね、こうした神の存在というものがですね希望になれば嬉しいです。そういう目で興味本位ではなくてですね、皆さん自身の心の中に灯る神の光としてこの動画をご覧いただければ嬉しいです。つまり皆さん一緒に共有しましょう、希望を共有しましょうということです。では今日はこれで失礼します。バイ。